10月26日、多部未華子、34、松下洸平、36、今田美桜、26、神尾楓玉、24、の、クアトロ主演、連続ドラマ、一番好きな花、フジテレビ系の第3話が放送された。平均世帯視聴率は 4.5%、個人視聴率は 2.6% だった。関東地区、ビデオリサーチ調べ。一番好きな花は、男女の間に友情は成立するのか?をテーマに、違う人生を歩んできた4人の男女が紡ぎ出す。友情と、恋愛、そしてそこで生まれるそのどちらとも違う、感情を丁寧に描いていくドラマ。主演、川口春奈、28、スノーマンの目黒ハス、26、が出演し、大ヒットした2022年10月のドラマ、サイレントのプロデューサー、村瀬健志と脚本家、生方美久氏が再びタッグを組むことで、放送前から大注目を集めていた作品である。第3話の終盤では、主人公の一人である今田演じる新設ヨヨ、みゆき、ヨヨの母親、さよこ、斎藤由貴、57、が初登場。さよこは公式サイトで、末っ子で、唯一の女の子であるヨヨに対して、他の兄たちより愛情が深いところがあり、ヨヨはこういう子だと自分の中で信じて疑いませんと、紹介されている。第3話では、母親、さよこ、斎藤が、女の子は文系でしょうという理由で数学が好きなヨヨ、未だに理系を選ばせなかったことが明らかになったほか、さよこを前にするときにヨヨは化粧直しをしたり明るく元気に振りまったりと本音を隠しているのだが、第4話予告では、ヨヨが、ママはお気に入りの人形を産んで、それで遊んどるだけ、と叫ぶ声も流れていて、一波乱ありそうだ。すでにさよこを、毒親と評する視聴者も多い一方で、演じる斎藤は、セリフだけを追いかけるとある種の毒親ですが、フラットなアプローチではなく、繊細に慎重にさよこを演じられたらと考えていますと、キャストコメントを寄せている。一家の主人公は、ヨヨを含めて4人いますが、現時点で佐藤光陽、官能以外は、すでに母親が登場しています。そして、親とどこかうまくいっていないような描写がありました。ドラマチックという感じではなく、深刻な不仲とまではいかない、実にリアルな親の無神経さや、親子のすれ違いが描かれていましたね。テレビ誌編集者、以下同。まず、死を行方、多部は表面上は友達がいるようで、深い交友関係を築けない学生時代を過ごしていた。そのため、行方は、頭の良い人、しか狙える席がなかったと自分を評している。しかし、行方が同窓会で、それを痛感した直後に、母、美希子、河野美鈴、57、は、あんたどうせ同窓会に行っても引きつって愛想笑いするだけでしょう。人間に一番必要なのは、愛嬌に気配りと、事実ではあったが、行方にはどうにもならないことを言ってしまう。松下洸平、椿の母親は、この一件を、行方は、椿、松下の家で、行方、ヨヨ、紅葉と4人で集まった際に、大人ってずるいよね。子供に、勉強しろ。勉強して偉い。勉強できるの偉いって。なのにさ、大人になると、勉強できることが大事じゃないのよって。社交性よ、愛嬌よ、気配りよって。と、こぼしている。次に、椿の母親で、フラワーショップの店長である鈴子、美穂純、63。椿が小学校低学年の頃に三者面談で教師から落ち着きも協調性もない個性的な子だと聞かされた際、はしゃぐ椿にいい子にしててと発言。全く悪意はないし、状況を考えるとやむを得ないのだが、これが僕はいい子じゃなかったと椿の人格形成に影響を与え、誰にとっても都合がいい人になってしまったところがある。他方で母鈴子や椿の弟楓、一ノ瀬札、24、も椿の人柄は理解してくれている。鈴子はいつも申し訳なさそうな顔をしていて、無理やり実家の花屋で働かせるのはやめようと諦めがついたと話していたり、椿が枯れそうな花を持っていることを知ると鈴子は友達が来てるならあげるんじゃないと話すが、楓、友達にこそあげないでしょ、枯れる花なんか。兄ちゃんだよ。鈴子、そうだ、うちの子。昔からいい子だった。笑い。と、やりとりし、穏やかに笑う姿も描かれている。ただし、椿は、花屋が苦手で実家から距離を置いているため、こうした思いは届いていないかもしれないが、一家の主人公たちの母親に対しては、
行方母も椿母も多分、ヨヨ母も、何も悪気なんてないんだよね。子供が可愛い、大丈夫かな、そう思って育ててきたんだと思うわ。行方母の、人生に必要なのは、社交性愛嬌気配り説。いくら子がもう大人になってるとはいえ、その呪いか、けてくんないよと思ってしまった。結局大事なのは、社交性で、諸愛嬌で諸気配りで、諸と言われ、続けた私の胸中がこちらです。やろう、ぶ、殺してやると書かれた画像を添えて、椿くんのお母さんや弟の楓くんが椿くんに優しくてほっとする他の3人、原文ママの家族はちょっと辛そうだから、といった声が寄せられている。視聴者に現代コミュニケーションのリアルを突きつけてくる、一花は、主人公たちの恋愛を描かずにヒューマンドラマをしっかりと描く内容になりそうですが、親子関係は、前作、サイレントよりブラッシュアップした印象も受けますね。サイレントは恋愛が主軸ではありましたが、若年発症型両側性肝温難症を患ってしまった桜草、目黒を気遣う母、律子、篠原涼子、50、との関係修復も描かれていました。律子は草が病気をきっかけに孤立しているのを心配したり、病気が遺伝性である可能性が高いと言われたことから、自己嫌悪に陥ったりと、様々思い悩む一般的な母親、とも言えそうなキャラクターだった。しかし、ソウが律子を気遣うあまりに、しっかりと話せていなかったことも影響しているとはいえ、過保護になりすぎてしまっているところもあった。つむぎ、川口の影響で、ソウが高校時代の友人と関わりを持つようになったことに不安を覚えて、友人との交流に難色を示したこともあり、視聴者からは、心の音も聞こえない、ソウにとって静かな世界にしてきたのは母親なんだよな。自己満足。耳が聞こえなくなった僧を必死にカゴの中で守ろうとしている。それが僧にとって正しいことだと信じて疑わない感。僧が聞こえなくなったのは身体の病気のせいだけど、他人とは関わらなくなったり腸で亡くなったのは精神的なもの。母親がそれまでの人間関係にいるとかダメでしょ。など、序盤はカノトラツな評価も多かった。回を追うごとに少しずつ律子と僧の関係は修復し、最終的に律子は、親だからって何でも話さなきゃダメってことないし、親だから言いたくないこともあるだろうし、それでいいんだよ。困った時思い出したら相談してくれればいいんだよ。心配はする。心配されるの嫌なの知ってるけど。と、優しくそうに声をかけていた。篠原さん演じたそうの母、律子は優しい母親でしたが、それでも親子関係の問題はあった。それが恋愛ドラマではない。1話では、もっと濃く。ディープに描かれることになりそうです。今田さん演じるヨヨ、田部さん演じる行方、松下さん演じる椿が抱えている母親とのコミュニケーションの問題は、どこかで聞いたような普遍的なものだと考えられます。もちろん、ディテールでオリジナル感は出していくのでしょうが、多くの視聴者が感じてきたこと、経験してきたこと、少なくとも聞いたことのある親子間の普遍的で、視聴者にとっても他人事ではない問題を、一花は、サイレント、以上に掘り下げていくのではないでしょうか。一花は、サイレントと比べて、視聴率は大苦戦していて、第3話では、ついに世帯 4% 台に落ちてしまった。しかし、チャレンジングな作風は評価されていて、見逃し配信サービス、トバーのお気に入り登録100万突破も、今期の民放ドラマでは最速記録を達成しています。深く考えさせられるといった好意的な声も多いし、視聴率が良くなくても、しっかりと視聴者の心に残る作品になるのではないでしょうか。ここまでは、恋人や友情など、二人組にフォーカスしたドラマが描かれてきた、一花。第4話以降は、親子という、二人組が深く描かれていくのだろう。画像、冷たい声にゾッとする、今田美桜、一番好きな花で、冷めた顔のカラスに暴言とまさかの恋の予感。親子の確執は、1話で描き切るのか。しばらく引きずるのか。